はい、どうもボス、ブッドッス。スプラトゥーンのラストエストはですね、まあね、スプラトゥーンやってなかったんですけど、まあラストエスト聞いたんでね、まあ実況しようと思っていましてね。ああ、すごいな、なんか、普通のフェスと違いますね。この演出というか、普通のフェスって夜じゃないですか。すげえ。純粋にすごいんだけど。なんかこの文字の凝り方が違う。おぉ。おーいい、おーすごいすごい、完成すごい。あ、これは先生、スプラトゥーンの先生ですね。ラストです。多分ですけど、スプラトゥーン3のなんか、世界観みたいのを決める戦いになってくるらしいんですよね。ネットで、あれですけど。あ、これミステリーゾーンとかも結構なんか今回起こってるらしいんですけど。まあ、スプラトゥーン3のことは、ただネットでも収まりましたし、あのこうラストエースがなんか告知みたいなの来た時、告知じゃない、なんていうの、予告みたいなの来た時、なんかあの二人が意味ありげな発言をしとったんで、なんか BGM なくなってどういう感じだったか忘れたけど、まあ、なんか意味ありげな発言しとったんで、まあ間違いないと思うんですね。まあ自分はですね、とりあえずまあこうチーズといいですね。あれちょっとダメ。あれ動かないんだけど。あ、動いた動いた。まあ自分はですね、この、秩序にですね、まあ投票をね、していこうと思う。まあやっぱりですね、秩序あってこその人類、秩序あってこの社会なんでね。参加。まあせっかくですね、ラストエースなんでね。今回は、まああの、なんだっけ、一番目なんだったっけ、あれ。伝説だっけ。まあ、まあ、とりあえず一番目のですね、まあ、地上の人をね、目指していこうと思いますよ。まあ、早速やっていきますかね。待って、なんでさ、フェスっていつ、昨日なんだっけこれ始まったの。いや、昨日見たときまだやってなかったんだけど、早くない？なんでもう A になってる？ A って確か一番上のやつだよね。なんで？嘘？マジか、普通俺だけじゃん。いや、ガチでびっくりしたんだけど。え、だってこれ日曜日までなんだよね。早くない？嘘？マジか。すごすぎんだろ。さあ、早速来た！ 100 枚マッチめっちゃ、嘘？最初の100枚マッチ来たんだけど。マジか。ちょっとこれは絶対勝てるのか、いけませんね。勝ちますよ。これは絶対勝ちますよ。マジか、最初の100枚マッチはすごい。マジがびっくりした。今すごいびっくりしたんだけど。でも100回マッチな、最初はな、まだ調子が出てないですからね。マジが最初か、最初に来るか、びっくりした。マジでびっくりした、ほんとに。あ、負けた。普通に負けた。というこれ、インクの絵がすごいな。金と銀か。すげえ。まあ最後のフェスに差し色っていう感じですよね。これ絶対勝たなあかんでしょ。いかんって、これ負けるのは絶対いかん。いや、ロボットも投げるべきじゃなかったな。さあ、ロボットも強いんですよね、地味に。とりあえずね、とりあえずマーチミサイル落ちときたい。よし、逃げた。3人か。4人で違った。うっそ、あのハイランド地味邪魔だな。いかん、地味どこじゃない、あのハイランド邪魔すぎる。どこ行ってあいつ。あと1分。いや、どっちだ、今どっちが強いだこれ。マーチミサイル。あ、しまった、1人しか撃ってない。やってしまった。
死ね死ね死ね。あ、ちょ、なんで、なんで今負けたの？おかしい、おかしい。やばい、今負けたのはいかん。普通にさ、いや、普通に今負けちゃあかんでしょ。テーマの勝ってないな。やっちまった。あ、でも味方が強いから、味方が強いから勝てそう。味方のおかげで勝てそう。で、どうも活躍してないけど。あ、これ、スラッシャー最下位だな。まあね、100円マッチでせっかくこっち勝ったのに、自分最下位とか懐かしすぎる。まあでも、まあでもね。いや、ちょっといかん。大丈夫か、これ。いや、でも勝ったよね。一応勝ったよね、多分。ああ、胸危なかった普通に危なかったでも100回待ってるでしょ !100 回待ってるでした初戦100回待って勝利ですよ。あーでも1球しかしてない。ちょ、ほんと味方さんありがとうございます。絶対味方が、絶対自分じゃ勝てなかったからね。みんな自分が、俺がやる強さだったら絶対勝ってなかったから。うわぁマジかめちゃくちゃびっくりしたんだけど今。100枚マッチよっしゃ勝ったうわ、めっちゃ嬉しいこれ。何これ、いや、すげえすげえ。ブロスが、そう、倉庫に乗った。うん。でも今回100枚マッチ100枚なんで、案外、チャンスあるのかもしれませんね。俺は。ちょっと1回のチャレンジマッチに挑戦してみますかね。10枚マッチだ。あ、これチャレンジマッチ10枚マッチですね。まあ、10枚マッチも一応ね。まあ結構重要なもんだよね。すごいな。100枚マッチの時は10枚マッチか。すげえ当たるな、今回。あいつが総合率100枚。あ、まああの、チャレンジマッチってやっぱりやってる人でそこまで多くないと思うんですよ。みんなあの、まあガチ勢、一のガチ勢が、このチャレンジマッチつけて、まあ自分違いますけど、まあだからここでね、10枚マッチはね、多分重要だと思うんで、相当。あ、絶対買っていきたい。あー、チャレンジマッチの10枚負けるのってかなり痛いんじゃないか。ちょっと待ってよ。あー、10枚マッチ負けた。確かに。やってしまった。やってしまった。最下位だ。すいません。じゃあ、失敗しました。秩序パーっていうのを、あのね、いや、ラーバの6枚来たんで、次では決まるんでね、ちゃんとやっていきましょう。あ、やっていきましょう。よーし。あ、これ、ミステリーゾンじゃね？あ、これ、タコ足注意だ。タコ足注意。ちょっと一応ね、見てきたんでね。サイトで。あ、これ、第一ゲート、あの、さっきやったやつか、これ。あ、これ、タコ足を見てなかったから、なんでもわからなかった。なんなら、これが。あ、これ、嘘どうなんだ。あ、なるほど、これ、これもさ、あ、これをね、これをやると。あ、しまった、やっちゃった。何やってんの、お前。絶対勝てたのに、インク切れです。ね、あのタコ足を爆発してると、あのゲタ開くんですよ。そういうことなんだ、これ。あ、これ、あ、ちょっと完全にあれですよ、ヒーローモードやったんですよね。自分は成果モードやってないんですけど、まあ一応あの普通レースは、まあ、クリアはしてないですよね。ちょっとやったんで、わかるんですね。あー、まずいわ。あー、来やがった。行かせや、行けた。下手だな、こいつ。よし、下手だからね、そうじゃないわ。まあこれら運なんでね。いや、思わず口がするっていう。おー。おー、すっげえ。あー、やっちゃった。やった。あ、でも今優勢なんですよ。これ打っても意味ないのか。よくわからん。はい。あー、ロートも投げていく。あー、できた。あー、すっげえ。お、調子いい、調子いい。今回調子いいぞ。
あの、おっと、無理形成。あ、飲んで、まだ小さい溜まったから。はい、撃っていく。はい、ドーン。投げ目。いいね、いいね。いや、調子いいよ、手前。調子いい、調子いい。次、調子いい。お、レインポイント、1000ポイントいった、これ。あー、いかん。ちょっと待って、マジ見せるんで、絶対したい。あー、二人で撃っていく。あ、ちょっとあの三人目で撃てなかったらきつい。あ、復帰。マーチミサイルもう一回撃ちたいな。あ、ちょっと来やがった。あ、復帰。すいません、ナイス玉だけ倒せよ、ちょっとね、ちょっといいところにしちゃった。あ、撃っていく。最後にマーチミサイル撃っていく。ドーン。じゃあ、マーチミサイルはね、撃ってる途中に終わると、最後までだって途中で釣り出すんですね。なんか1段ぐらいしか取れなかった。あー、勝ったー。で、最後のチャレンジャーってめっちゃ調子よかった。最後っていうか、まあ、計測の最後ね。お、1、普通に1、8、9で2100ポイント。おぉ。さあ、どうだよ、これ。あ、やっとこれ来た。なんだ？あ、セストはないか。そう、うまくいかない。さあ、どうだったかな？セスト、出場パワーは。1504.7。低そう。なんか低そう。わかんないけど低そう。まぁちょっとね、もうチャレンジマッチはやりません。まぁ、場を諦めて。いや、思うんですけど、この、待って、何回も同じこと言ってますけど、だからカットされてるんで言いますよ。あの、ヤバいのフェスって、何が好きかとか人間の表面的なところを聞いてたじゃないですか。で、今回のフェスって、混沌と秩序っていう、結構人間の、まあ、深い思考が見れる選択肢なんですよね。まあ、ですから、もしかしたら、こう、チャレンジって、違う、だから、もしかしたらなんか、勝率とかにも影響してるんじゃないかっていう、かなり。この選択肢がね。今まではもうそこまで選択肢で最初から勝てがどうかって分かんないんですよ。まあでもなんかこの混沌と秩序っていうのはなんかゲームに対する取り組み方とかもちょっとかなりなんか分かるっていうか、やっぱりだいぶ変わってくるんじゃないですかね。やっぱりもう性格っていうか、もうその人間からかなり反映される選択肢ですから、これは。ただね、思うんだよ。まあ、言ったけど思うけど、なんかどっかの実況で、どっかでね、もうチャレンジマッチでさ、普通にさ、あの、混沌の方が強かったりあるんだよ。秩序だったらね、強い人以外参加しないっていうね、まあそういう秩序があると思うんですよ、こっちは。まあ、もう、まあ、やりたいのがいいんでね、まあ最初のうちはやっぱりちょっとやってみるっていうのはあると思うんですけど、あ、もしかしたら、今回はですね、あんまり、うちのチームの、まあ、チャレンジの方、レギュラーは良かったですけど、チャレンジは、まあ、あんまりだったんですけど、まあね、何？だから、その、強い人以外やらないっていう秩序が、まあ、あると思うんで、この、チャレンジマッチには。まあ、だんだんね、まあ、最初はやったけど、もうやらなくなっていうのが増えてて、こう、秩序を持ってる人たちがね、まあ、それでチャレンジマッチの勝率も上がっていくと思うかなって思うんで、まあ、勝てるんじゃないかなって今回です。まあ、いや、勝ってみせますよ。まあ、今度の方が勝率上げるんでね。もう、どっちとも勝たないと勝てないんで。よし、頑張ってください。あ、もう、このままですよ。まあ、とりあえずね。で、使いたい試合が4つあるんで、もしかしたら、前編後編じゃなくて、前編中編後編になるかもしれないですけど、まあ、そりゃ、まあ、まあ、とりあえず、今回の動画は、ここまで。それでは、また、これだ！